どうもー、今回は YouTuber あるあるやっていくぜってことで、こんにちは、ピクトです。まあ、僕も言うてね、登録者47万人もいるんで、まあ、YouTuber と言って、まあ、僕もね、登録者47万人いる YouTuber ということでね、まあ、YouTuber あるあるやっていこうかなと思いまして、早速やっていくか。YouTuber あるあるどんな感じなんだろう。あ、なんかいろいろあるんだね。新人 YouTuber とか、なんかバズって一攫千金とか、ちょっとなんかいやらしいな、なんか。新人 YouTuber やっていこうぜ。クエスチョン1、小さい頃ハマったやつ。どういう感じ？クエスチョン1、スライム作りがち。いや、別に作りがちではないだろう。なるほど、こん中からあー、ミスった。これでタッチしていけばいいのか。超巨大スライム作ってみた、ウェイウェイ。ね、何ウェイウェイ TV って。再生1823万回、めっちゃ人気じゃん。これいいのかな。これで RR、 OK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 。 だからってお風呂いっぱいに作らなんでこいつさ、さっきから見学長なんこいつ。まあいいわ、じゃあ次行きますか。次、メントスコーラやりがち。まあ、これはね、わかる。ね、YouTuber なんかみんな、なんかメントスコーラやってこそだよね。俺も今度やろうかな、なんか人んちで。超巨大メントスコーラやったら、スコール天まで届くコーラ。再生990万回、体張りマスタジー。名前が人気なさそうなんだけど、じゃあこれあるあるだね。はい。まあ、結構クイズ自体は簡単だね、これ。だからって、こんな大きいものでやら、なんなん、基本的に何これ。 YouTuber やらしたくないの、このアプリは。まあいいや。はい、街中で企画しがち。まあそれはあるな、ちょっと。まあちょっとなんか迷惑になってるところも若干あるみたいなとこあるよな。あ、これはどれだ、これ。変顔 H1 グ変顔グランプリで822万回も出んの、マジ。俺もやろうかな。あ、これじゃね、原宿でヘイシリと発狂してきた、ヘイシリ発狂。あ、でもこれやってる人いそうだな、普通に。あ、なんだこれ。あ、シュガーラッシュオンラインだ。働くじゃねえ、お前。ニートで、ニートさせろ、お前。みんなびっくりしちゃうからやめよ。確かになんかいきなりさ、後ろからさ、ヘイシェリーとか言われたらさ、うわーってなるよな。じゃあ次、うんこ食べがち。いや、食べねえわ。食べねえわ。コンプラ違反だろ。レペゼン地球とかぐらいでしょ。地獄級。チョコじゃなくて、うんこ食べさせてみた。東海オンエアこんな感じのやつやってなかった。まあいいや、まあ、多分やってたな、これ。はい、これは友達との関係に亀裂が入るよ。まあ、やらないけど。あ、これウェイウェイ TV じゃん。ウェイウェイ TV の方が体ハリーマスタジオより張ってんじゃね、これ。次、手添えがち。何、手添えがちって何これ。あー、なるほど、メロリンチャンネル始まるよ。あ、さっきのこの正解のうわーみたいなやつは、これメロリンチャンネルってやつだったんだ。なるほどね。今日使うリキッドファンデはこちら。あ、確かに。なんかあの、ピント合わせるたびに手添えるよね。あ、やるわ、それは。あるあるだね。完成でーす。メロリンユニコーン。癖が強いわ、こいつ。あるある。はい。あ、何これ。これ何？あ、これか。漫画の一部をタッチしていけってことが、そういうことが、ごめん、理解できてなかったわ。アイテム紹介するとき必ずついてくるよね、この手。まあ、やんないと見えないからね。じゃあ次。丸々さんメイクしがち。あ、わかるわ。ザバチンみたいな感じっしょ、これ。どれだこれ。あ、これ、これもこれじゃない。あ、違う、どれ。え、これ、え、これ、これでいいんじゃないの。あ、合ってたわ。うわ、ちょ、引っ掛けみたいなやめてや。芸能人やモデルのメイクしても似てるのか似てないのかよくわからない。やめろ、お前。やめ、怒られ、俺が怒られるだろ、これ、完全に。はい、奇抜なメイクしがち。奇抜なメイクって、あ、これメロリンユニコーンじゃねえの、これ。はい、それで絶対外出れないでしょ。出れても年一のハロウィンだけ。これ大丈夫？これ俺動画投稿して、俺これ。大丈夫かな？まあいいや。決めポーズしがち。あ、これもじゃないの？これも。はい。なんか被ってるの、さっきから。仕上がった後が一番可愛いからしょうがないよね。けど思っちゃうんだよね。一人で動画撮ってて編集してて、恥ずかしくないのかな？でも、わかんない。俺、美容系 YouTuber の人の知り合いがいないからわかんないけど、まあ、やってる人ってなんか自分のことを、いや、めっちゃ可愛いこれみたいな。私可愛いみたいな感じでやってんじゃないのこれ。まあ、だからなんか恥ずかしくなさそう。背景気にしなさすぎ。なるほど。背景、なんだこれ。新人の時、はじめまして、たつつでーす。よききでーす、みたいな。なんだろう、背景気にしなさすぎ。これかな。はい。あっち、うわー、びっくりした。めっちゃ悪い顔きた。再挑戦。なんだろうこれ。背景気に、あ、こっちかな。どうも、タツツです。引っ越ししました。なので、新居公開を、浴室、リビング、玄関以上、タツツでした。
入って、あ、これか、新人の時じゃない、これ。やっぱお金がないと部屋もボロいみたいな、そういう感じ。動画撮ってる後ろ、大体ベッド結構散らかってることもある。僕もよくベッドの上とかで撮ってるけどね、散らかってるけど。じゃあ次、部屋の中で危ないことしがち。もう完全にこれじゃん。もう完全にこれやんけ。はい。家の中にロケット花火ぶち込んだりするのはよくあるけど、危ない。まあ、ぶっちゃけなんかさ、あれだよね。家の中でやってる人がいるけどさ、大家さんとかが見たらさ、発狂本だよな、これ。まあ、多分修繕費払えばいいんだろうけど、はい、よくねえよ、ダメだよ。ダメだよ、バカ。急に部屋広くなりすぎ。なんだこれ、急に、あー、これか、引っ越ししましたってこと。これかな、上3番目かな。あー、オッケーオッケー、合ってたわ。お金を手にすると彼らは広い家に引っ越す、バズるとみんなこうなるんだ。いやでもこれ一つ言わせていただきたい。あのね、 YouTuber お金の使い道ないから、ちょっといい家住むぐらいしかお金使い道ないと思うんだよね。で、僕もそのうち引っ越します。まあ、こんなにはならないけど、さすがに。あ、やべ、読んでなかった。え、あ、待って、勘で答え言うわ。あ、これ、はい。おっとっと、なんだこれ。引っ越しすると必ずするよね。あ、新居公開ね、なるほど。質問コーナーやりがち。たつつご報告してる、みんなへ。何これ、暴露、質問コーナーギリギリ。発言連発、絶対これ嘘じゃん。再生1200回少ないな。1年前な、需要なさすぎだろこいつ。もっとま人気出てからやれ、そういうのは。暴露したところで誰も興味ねえよ。はい、それ聞いて本当どうするの。ガチ恋勢多いと好きなタイプはとか、湧きすぎ。まあ、アイドルとかによくありがちだね。はい、じゃあ次、サムネから殺しに来がち。なんだろう、サムネから殺しに来がちって。え、猫かな。まさかの、起きたら猫がいた、かわいすぎ、ワロタみたいな。違うの。大きなお皿でパスタ食っ、これかな。食べ物200万回もするの、すごいな。合ってたわ。お風呂で、あ、確かに風呂でやってる、やば、めっちゃ汚いな、風呂でパスタとか。次、重要さ出しがち。ご報告、絶対大したことないこいつ、もう絶対大したことない。しょうもないご報告ってなんだろう、なんかしょうもなすぎてもう思い出せないもん。なんかよくない、なんか猫飼いましたとか。猫飼ったのはしょうもなくもないかもしんないけど、でもしょうもない気がすんな。ご報告の7割は大体ここだけなんかちょっと意見あったわ。うん、まあ、確かに大したことないな。俺も今度釣るべ、それで。ゴシック体使いがち。ゴシック体って何？ゴシック体って。なんかしょぼいやつ。これかな？奇跡のリアクションってやつ。これ？ゴシック体がよくわかんないんだけど。全部これもしかして。なんか格ゴシックみたいに使ってるけど、僕。ゴシックの意味がよくわかんないんだよな。高い買い物しがち。なんかこの前時計買ってたよな。ついに購入、人生で一番高い買い物してきた。1100万回。人気やばこいつ。めっちゃ人気やばいじゃんこれ、すごいな。はい、お金を手にすると彼らは高級志向になるんだ。でも一部の人だけやと思うよ。僕とか全然お金使わないからな。じゃあ次行きますか。本当のことを教えてくれなさすぎ。大興奮シリーズ、オフパコしてるの。あ、暴露、YouTuber のお金事情。これ絶対教えてくれないね。これ名前なんて言うんだろう。キラーキランティ。何これ、なんかヒカルさん的な感じかな。お、あるある。はい、サムネではお金関係のこと書くのに、動画の中だと規制音入っちゃったり、本当のこと教えてよ。まあでも、なんか YouTube のお金のことってなんか規制みたいなのがあるから、YouTube に消されちゃうんだよね。まあだからできないんですよね。ストーカーされがち。ストーカー被害について即通報しました。こいつの方がなんかさ、ストーカーしそうじゃない、なんか顔が。終わり社長。終わり終わってるくせにこいつ400万回なんだけど、人気じゃんこいつ、超人気だわ。プライベートまで侵入するのはかわいそうだからやりましょう。確かにね、なんか、まあ、ストーカーとか良くないよね。まあ、僕とかちょっとなんか可愛い女の子だったらストーカーされて。はい、なんでもないです。じゃあ次、人が多いところで企画しがち。あ、これあれか。果たして渋谷で拾ってもらえるのか、童貞です。拾ってか、たつつ完全にこれ、よききさんじゃん。登録者9、めっちゃ多いな、90万人とか。人気だな、たつつ。渋谷に行くと結構見かけるから恥ずかしくないのかななんて思っちゃうのです。ぶっちゃけなんか、まあ、人気の YouTuber がやってたらなんか、キャーみたいになって、なんか恥ずかしいとかなさそう、なんか。絶対たつつオフパコしてるっしょ、こいつ。奇抜な髪色しがち。あ、これはわかるわ。なんかみんな染めるよね。色。あー、やべえ、なんか光さみてぇな。よーし。あ、怒る。
イカルチャンネルだ。なんだろうこれ。え、これ全部じゃねこれ。もはや。え、これっしょ。え、違うの。え、あ、これか。あったわ。ちゃんと見てなかった。ごめん。こんなに派手にしちゃったら街歩いたらバレちゃうよ。え、でもなんか目立ちたい人って、なんかその、印象に残ってなんぼみたいな感じだから、こういう感じにするんじゃないの。やば、マクドナルドみたいな髪色してんじゃん、こいつ。怪しいプレゼント企画しがち。一等一億円の年末スペシャル、あ、これ違うわ。VR を10名にプレゼント、奮発プレゼント。まあでもこれ本当にやってるんじゃないの、一応。まあ嘘だったらまああれなんですけど、これ本当に送られるの当たった人いる。ちなみに僕なんか1年前か2年前に1回だけやったんですけど、まあそれちゃんと送りまして。まあ普通送るんだけどね。はい、次。不祥事起こしがち。なんだこれ。あれから2ヶ月、それとも、あ、こっちか。お、黒髪になってる。ちゃんと謝罪っぽくしてるわ。はい。確かにな、インサイダー的なこととか ピンポイントで狙ってきてんじゃん、こいつ。はい。え、これ作ったやつさ、YouTube 好きだけど YouTuber 嫌いみたいな、そういう感じなんかな。あ、やべ、見てなかった、全然。これかな。はい。あ、当てた。よかった。クイズ見てなかったわ。たった2ヶ月し、あ、謎に鍛えすぎ。ペガサス。ラファエルじゃん、これ完全に。なんか仮面つけてるし。登録者多いな、こいつ。750万人の。やば、海外でも人気あんのかな。12回目、筋肉コーナー。まあ確かになんかやっぱ YouTuber だと、なんか動かないから、なんか、ずっと家の中いて、鍛えないから、なんかジム行かなくちゃ、なんか太ってきたからジム行かなくちゃって言って、ジム行ったらなんか、ジム行きすぎて逆にマッチョになっちゃうパターンね。で、危険なことしすぎ、どれだろう、これ。これどれ？スマホを凍らせてビルの上から落としてみた。これかな。はい、あー、合ってた。オッケーオッケーオッケー。通行人がいたらどうするのだろうか。車も走ってるのに。こういうのが炎上する原因なんですよね。まあ、登録者が多い人だから、ちゃんとね、周りちゃんと配慮しながらね、やってると思いますよ。まあ、考えてない人もね、まあ、一部いると思いますけど。次。際どい企画、ぶち込みがち。なんだろう。際どい企画か。プロテイン何飲んでるのかな。いや、完全にだって乳首で美女と1分でラブホ。即通報しました。どういうことこれ。通報されちゃうんじゃないの。閉じる。この女性も仕掛け人なのかな。だって街中歩いてる人で無理なのではと思っちゃう。確かになんか仕込んでそうだわ。顔を何かで隠しがち。どれこれ。あ、素顔を見せて顔隠してる理由はってやつでしょ。まあ、これは見バレとかいろいろあるんじゃないの。普段は会社勤めの人は結構隠すのかな。まあ、そうだよね。副業禁止とかの会社もあるからね、やっぱ。メンバーと一緒に住め別にいいじゃねえかよ、それは。ストロベリーパニック。なんだろ、これ。これなんだ、ストロベリーパニック。これなんかを元にしてるんだよね。あ、チョコレートスモーカーズかな、これ。メンバーと一緒に、あ、これか、新居紹介。これだね。はい、あるある。まあ、やっぱ動画とか撮りやすいんじゃない？メンバーと一緒に住んでたら。はい。メンバーと一緒に住むことによって家賃を分けられるデメリットも存在するが、まあまあまあ、確かにずっと人といるってちょっと大変だよね。心霊スポット行きがち。第99回閲覧注意。愛知県の丸丸トンネル行ってきた1ヶ月前9708回。まあ、ちょっとね、まだ人気出てないな、あんまり。ちょっと待って、待って、なんか普通の企画よりなんかさ、今後の活動についての方がなんか再生回数あるんだけど、炎上したのかな、まさか炎上したのかな。なんかメンバー1人消えてたし、本当にやばいところはやばいから言ってはいけない。まあそうだよね。危ないところもあるよね。統一性持たせようとしがち。統一性、なんだろうこれ。寝てるメンバーいちご髪にしてやったかな。これかな。これか。あ、待って。一番下、脱退してる。おい、絶対暴力してんじゃん、これ。悪意あるだろ、このアプリ。消されるだろ、これ。お揃いして安心感が得られるのな、いいのかな。強制はダメだけどね。まあ、確かになんか色揃えてたりとかしてるからね。なんか前金髪にしてたよね。グループ内、いじめ、お前、勘違いされるだろ、これ。完全に勘違いされるだろ、ハリーって書いてあるし、ヨハンとかけてるだろ、これ。怒られるわ、俺が。まあ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 、無理やり詰め込みすぎ。なんだろ、これ。あ、大食いチャンネルになった、これ。詰め込みだからさ、あ、これかな。早食い？あ、これだ。早食いの方か。詰まったら死んじゃうよ。まあ確かに大食いちょっと危険だからね。まあその辺はね、まあ気をつけていただきたいなっていう感じで。あ、名前が、お腹マックス TV、腹ペコシス。いそう。いそうだ、めっちゃ。あ、問題見てなかった。も、まあ、ヒント見るか、ヒント。ヒント見ていっぱい食べればいいってもんじゃない。ちょ、ヒント見てから考えるわ。なんだろう、これかな。はい。あ、合ってた。オッケー、オッケー、オッケー。いくらこんなに食べたら痛風になっちゃう。
病気にならないのかな、大食いしてる人って。大盛りの絵面がひどすぎ。まあまあこれだな、これはこれでしょうね。はい、受け皿にまでこぼれてる時点でやばい食べ物認定にします。はい、まあ、こんな食えないわな、本当に。口の周り汚すぎ、マジで辛い。これなんて読むこれ。激辛姉さん、再生78万回すごっ。え、大食いのチャンネルめっちゃ人気じゃない？な、全員人気じゃん。すげえ、大食いできる人いいな。早食いだからしょうがないけどね。まあ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 、汚いのは承知の上って感じだよね。あ、終わった。いや、皆さん YouTube あるあるどうでしたか？なんか、あるあるみたいなやつありましたか？ちなみに僕はですね、この動画を出して、YouTuber からね、圧力で消されると思うので、この動画を最後に引退したいと思います。皆さん、今まで応援ありがとうございました。じゃあね、バイ。